者目線。ここからは経済運輸担当の中野記者です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まず今現在どういう状況なのかというのをご説明させていただきますが、東海道新幹線の運休区間というのはこの名古屋浜松、名古屋から浜松の間、この事故があった現場の区間が運休になっています。はい、ですので、新大阪から名古屋まで、そして東京からこの浜松までというのは通れる、運行しているということなんですけども、これも1時間に2本ほどの頻度で、しかも各駅停車で運行中ということなんですね。なので、途中までは行けるけども、この名古屋浜松間が通れないという状況です。はい、で、飛行機、空の便ですね、臨時便を、全日空、日本航空それぞれ運行したんですけども、すぐに完売してしまったと。ただですね、新幹線というのは1編成16両で、1300席ほど用意されているんですね。はい、なので1編成で1300人、マックス運べる1300人を運ぶことができるんですけども、今日運行されている飛行機なんかは1便あたりおよそ400席ほどなんですね。なので、仮にこの7本臨時便が運行されたとしても、新幹線の 2編成分ほどの人数しか運べないということで、やはり、臨時便、いろんな対策っていうのは今対応っていうのは少しずつ出てきてますけども、やはり影響というのは大きいかなというところで、さらに運転再開の見通しというのは今のところまだ立っていないという状況で、影響が広がってきているなという状況です。簡単にどんな事故だったのかということをご説明させていただきますが、前を走っていた点検用車両、補修用車両ということなんですけども、点検用の車両、前に走っていた点検用の車両に後ろから点検用の車両が突っ込んだという事故になります。で、午前3時半ごろ、早朝、未明ですね、に愛知県でこの補修用車両同士が衝突して脱線をしてしまったと。で、2人が怪我をされたということなんですけども、幸いにも命には別状はなかったということなんですね。で、発生直後、この事故が起きて直後は、少なくとも午前中は、復旧はもう難しいと。なので正午以降の復旧、それが正午なのか、夕方なのか、夜なのかってところまでは発表されてなかったんですが、正午以降になりますよという話が、正午、ちょうどその正午前ですね、には運転再開の見通しが立っていませんという情報に、アップデートされたりですとか、やはり、対応されている方々、そして作業に追われている方々というのもかなり混乱しているような状況なのかなというのが伺えます。これ今回関係している車両が両方とも脱線しちゃってるってことです。で、カメさん、ちょっと私を撮ってほしいんですが、これ車両だとしますとね、一番簡単なのは横にですね、線路脇に大型のクレーン車を持ってて吊り上げちゃうというのが一番いいんですね。で、外へ出すとかいいんですけど、あれ両側とも畑ですよね。ちょっと大型のクレーン車を持ってくるには地盤の問題もあるし、これ諦めたんだと思います。そうすると今度はこの車両の下にジャッキという持ち上げるのを入れて、こうちょっとずつ上げるんですね。で、この下に脱線している車の部分がついてますから、これをうまく線路の方にポッともう一回戻すと、いうことを今日は午後にかけてやっているということです。今ちょっと事故の現場の最新の映像も入ってきたようなのでご覧いただきたいんですけれども、これ、当該の事故車両が動き始めているということですね。そうですね。今高岡さんおっしゃったように、この車両自体を台車ですね、運搬のできる台車に乗せて、その台車ごと引っ張って動かしているという作業が、先ほど1時間ほど前から始まったということで、JR 東海によりますと、この復旧作業に午後7時ごろまではかかりそうだということで、少なくとも運転再開はそれ以降になるんじゃないかと。なので、それ以降の運転再開っていうのが、今日中にできるのか、明日朝もしくは明日昼どこになるのかというのは、まだこの先の発表を待つしかないかなという状況です。そうですね。どうしてもこう東京に急いで行かなきゃいけないっていう方もいらっしゃるかと思うんですが、予定変更できない方はどうされたらいいんでしょうか。そうですね。やっぱり夏休みが始まったということもありまして、もちろんお仕事の方もそうですし、そういった家族でお出かけされる方というのも増えるタイミングではあるんですけども、ルートとしては2つありまして、1つはまず新大阪から名古屋まで行けるところまで新幹線で行って、で、名古屋浜松間は、新幹線は止まってますけども、在来線は動いてるんですね。なのでここの名古屋浜松間を在来線で行って、そこから浜松東京をまた再び新幹線に乗ると。そうですよね。で、もちろん行けますし、金額的にもそんなに大きくは変わらないんですけど、時間がやはり2時間ぐらい多めにかかると。手間はかかってしまうんですけどね。はい、で、さらにもう一つ、これまたちょっとした裏道といいますか、裏技といいますか、
新大阪から敦賀まで、まずサンダーバードで行って、北陸経由ですね、敦賀から東京まで、先日直通した北陸新幹線を使って、東京まで向かうという、このルートですね、このルートもかなり、やはり5時間、通常東京まで2時間半、3時間弱で着きますので、こちらも2倍ぐらいの時間がかかるし、金額も多めにかかるということで、行こうと思えば行けるけども、やはり負担が大きいというところで、本当に休養じゃない方、急ぎじゃない方という方は、明日以降に、待っていただく方がやはり賢明かなと、普段ね新幹線運休するってあまりなかなか考えてないと思うんですけど、影響がねかなり大きくなってしまいますよね。おっしゃる通り、やはり安全安心に運行するのが当たり前と思われている新幹線ですので、こういった時にどう対応するかというのがすごくやっぱり影響が大きくなるわけですね、でやはりここでキーワードとしてこの振り替え輸送ですね、一般の在来線が人身事故等で止まった時っていうのは、私鉄各社なんかも巻き込んで、持ってる区間は無料で行けますよと、この区間でしたら無料で行っていいですよという振り替え輸送をやってまして、で今回確認すると、東海道新幹線も目的地まで、つまり新大阪から東京まででしたら、こういったルートでの振り替え輸送っていうのも対応しているようなんですね、ただやはり先ほどお伝えしたように時間もかかる、そして金額面にもやっぱり差が出てくるというので、東海道新幹線はもちろんなんですけども、この全国各地の新幹線で何か起きた時にどう対応していくのかというのは、何か起きてからではなく、常に考えていく必要があるのかなというふうに思います、ここまで中野記者でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。